もうこれは完成でございますよ。香り。どうもジョセフ・ジョースターです。お前は次にそんなに酔っ払ってんじゃねえと言う。僕はもう2部が好きなんで一番。ということで今日はジョセフ・ジョースターが作るレッドホットもやし。もやしっていいよね。これ一袋でね18円ぐらいだからいつでも僕の味方。レッドホットもやし。そんな、最高にうま辛でお酒が飲めて、なんとさらにお酒が飲めて、そんなレシピになりますので、今回レッドホットもやしをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあまずですね、レッドホットもやしということだからもやしです。あとはこのニンニクです。レッドホットもやしはね、ニンニクが深いです。あとはもう調味料は概要欄に書いてありますので、よろしくお願いします。とりあえずもう早くこの撮影も行こう。もう限界ラバーさん。じゃあもう皆さんもうちゃちゃっと作っていきますから。まあ手頃な容器用意してください。もう氷をよーっしゃ。はいはい。でここにアルチューマシンに行こう。スープッシュです。でここまでは普通のチューハイ、何の案件もないんですけど、10年前に沖縄行った時にかっちゃんから教えてもらった、これね、キャップ一杯これ入れるんですよ。10年前の沖縄に乾杯。これじゃね、うまい、超飲みやすい。ハイビスカスって結構酸味があるから、レモンよりも飲みやすい。うん、美味しい。じゃあやっていきます。で、ニンニクね、切るんだけど、これおろすんですよ。ニンニクはおろすんで、ハサミで切ってこうやって剥いていけばいいです。もやしはね、もやし一袋をもうこうやってもう入れちゃうんですよ。はい、ポイッと。ここでラップをします。みんなやってほしい、これは。ラップパンパン貼って、はい、ここで2分30秒ということで、もうピュー。はい、じゃあやってください。これでございます。でこれ熱いからね、熱いからちょっと気をつけて、これ蒸気で火傷しちゃうからね。これやったら水気が下に溜まってるんで、もやしの水が、これをもやしに一回ザル通した方がいいかもしれない。で水気切ります、ちゃんと。であったかいままにしたくて、レッドホットもやしだからホットで、これで水気切りました。豆板醤小さじ2杯、小さじ1、小さじ2、はい、これぐらいですね。そして、はい、塩です。小さじ1/4です。はいはい、そして砂糖です。なかなかやるじゃないですか。醤油、これ醤油はね、香りね、豆板醤辛み、辛みと旨味、醤油は旨味としょっぱみ、砂糖はかけるです。味の素は7振りです。1、2、3、4、5、6、7振りです。ごま油第一交渉。はい、半分くらいで、これでまず、なんか焼肉屋さんの匂いしている。もうこれは完成でございますよ。じゃあここでもやしを、ね、これね、さっとできてね、めっちゃんこうまいんですよ。でこうやってこうやって、そうしたら入りごまかけるときはこうやってひねってやると香りが、もう香りー。ということで僕の晩酌の音もね、レッドホットチリもやしを完成です。この国のやつは最高ですよ。やー、うまそう。いただきます。うまこれ。ナムルとかじゃない、ナムルの150倍うまい。これちょっと居酒屋に出そう。マジうまい。さすが我。ニンニクのパンチが効いてて、ごま油のコクが。でね、これもやしだけですよ。ベーコンとかツナとか何でも入ってない、もやしだけでこんなうまいっつうのはね、やっぱね、やばい。酒飲み大歓喜。じゃあタジャー。よし。うまっ。最高でしょ。焼き肉屋さんとかにも行くし。ナムルはもっとしょっぱがいいんだけど、これ甘みがあるから、いつでも食べられる。めっちゃ美味しい。レンジでやってんだけど、
適度なこのシャキッと感いいでしょ、うん、通り過ぎてもないし、うん、通らすぎてもないじゃん、うん、ちょっとしなっと感のあるシャキじゃん、うん、万能っすね。つまみとしていけるんだけど、ね、実はこれご飯にのっけるのに超うまい。わーやばい、ね、ご飯にのっけんだったら焼いた豚肉とかちょっとのせると、うん、もうそれだけでグワッシュグワッシュ、うん、グワッシュグワッシュじゃない。これはグワッシュじゃない。グワッシュじゃない。こんな感じです。こんな感じです。それフレミングの法則。こんな感じなんだ。あ、フレミングこれか。じゃあ俺がにわかだったということで。ということで。もう俺あんま喋れないけど、もうこれで切ってもらっていいわ。もう終わりだ。俺すげえ酔っ払ったもん俺。はい、終わりです。グワッシュあんまり。グワッシュはちょっと。この後やります。この後やん。そのブランドに。それはもうだってもう オフの時じゃん。オンの時なんか達也が達也と俺の温度差がすごすぎてパワハラしてるんじゃないかと言われてるから。そうもう俺もなんか冷凍庫汚いでヤフーニュース乗るわ、もう従業員パワハラかみたいな。そんなまたにヤフーニュース乗っちゃうよ。はいグワッシュ。